自分の方で Facebook を使ってキットさんにメッセージを送って、でそれでキットさんが、まあ、直接電話をくれて、まあ、よかったっていうか、はい、生きててよかった、うん、でまあ何か被災地のためにできることを考えるからって言ってくれて、あ、まあ、何か必要なのがあったら何でも言ってくれみたいに、はい、言ってもらって、それを話していく中で何回目かの電話でこういうわけで雅人君とチャリティーイベントやることになったから、もし来れたら来てくれるっていうふうに言われて、どう思われましたそれが届きて。まあ俺も実際自分の家とかなくして、まあ、これから家をどうするかとか仮設住宅とかいろんな問題いっぱいあって、まあ正直他のことやってる時間はないんですけど、でも正直なところ自分の今の状況っていうか、ちょっと気を抜いたら大声で泣き出しそうな感じなんです。何もする気になれないし、目の前で仲間とか遺体を見たり、自分の家とかなくなって大事にしてたものも流されて、でもキットさんも言ってくれたし、神さんも言ってくれたし、今俺自身もこう俺にできることはこれしかないっていうふうに思ってるので、すいません何言ってるか分かんなくなっちゃった。いや、そうですよ。なんか思い出しちゃう。そのチームの仲間でお亡くなりになった方も多いんですか。まあまあ見つかってないだけっていうか、はいはい、格闘技をやってきたってことはどうですか。もし格闘技やってなければそんな大役をせずにもう少し楽な状況だったかもしれないし。そうかもしれないですけど、でも俺は格闘技をやってたおかげで、まあ今回のキットさんもそうですけど、格闘技の仲間たちがいろんな物資を送ってくれたりとか、格闘技でつながった仲間たちがそうやって活動してくれたり、まあ、本当に全ての意味において体も心もこういう絆っていうか、そういうのも全てにおいて俺格闘技に感謝してます。まあ、だからこそ格闘技で恩返しをしようとしたいと思ってます。